聖寺は長野県飯田市にある総東州の寺院。正明は縁後山聖長寺。本寺は越後県聖寺。1408年、風、越山のふもとの縁後沢のあたりに関居していた飯田城主の坂西義政が聖寺原に寺を建立。坂西家が滅んだ後廃れていたところを1567年に農例寺家和尚が伽藍を再興し、 総当州の寺として、最高、解散。その後1594年に、当時の飯田藩主、京国高知の命により、城下町開発に伴って、現在地へ移転。現在の本堂は1832年と1902年の、火災を経て1913年に再建されたもの。縁後沢あたりの旧憩大地には、長野県の天然記念物である大光村木や、 坂西家由来の宝鏡院塔や五輪塔が現存している。1947年の飯田大火を免れたことから本堂の西にある墓地は整理されずに古い佇まいを残す。本堂は二重屋根の仏殿様式。本尊の国蔵菩薩は坂西義正寺殿。このほか1655年に聖栄寺原から移築された観音堂、栗、山門、首郎、 馬道を有する。聖寺の本堂の正面には、樹高8メートル、幹周3.8メートルの悲願しだれがある。樹齢350年から400年。例年言い出しホームページ、桜咲くにて、開花情報が発表される。2019年7月15日朝、倒伏。7月9日に、根元から傾き倒伏の恐れが出たために住職が、伐採を決め、 7月14日後もにわちづかい、法要を取り行った。庭師による伐採予定の午前8時を待つことなく、その30分ほど前に倒伏したとみられる。ありがとうございます。